は中盤、今日は翔平は活躍してないわ。ん？あれはなんだ？エンゼルスの大谷翔平投手は12日日本時間13日、敵地レンジャーズ戦に2番指名打者で先発出場し、1試合2本塁打でリーグ単独トップの20号に到達した。この日、19号のホームランボールをキャッチしたのは、ヤンキースの背番号99のユニフォームを着用した高校生。本塁王争いで大谷に抜かれたアーロン・ジャッジ外野手のファンだった。突如飛んできたボールにとっさに右手を出して反応した。17歳のコダ・ビッガム君は、打球速度 114.1 マイル約 183.6 キロの豪快弾を素手でキャッチ。この時、実は父との電話中だった。この試合、まだ翔平は何も活躍していないと、話していたらホームランを打ったんですと驚きを隠せずにいた。くしくもキャッチした19号はジャッジに並ぶ一発。ビッガム君は落ち込むかと思いきや初めてホームランボールをキャッチしたから、不満とは言いません。翔平は別格だから、大好きですと感慨深げだった。最高の思い出の一つになったと思います。子供ができたら、この出来事を教えてあげたいですと語った。怖えよ。ダイレクト素でキャッチすげえな。問答無用の分からせ。大谷翔平お前、俺のことバカにしてたよな。こやつも野球選手目指してるのか。あの子やはり経験者だったんか。こいつプロデビューして翔平キラーになるんじゃね？すごいシナリオだわ。アメリカ人は丈夫だな。電話しながらホームランボール素でキャッチとかすごすぎんだろ。普通骨折すっぞ。観客に悪意を感じたら弾丸ライナーで打ち込みそう。電話の声聞こえたんだな。スナイパーかよ。